い、ノーズです。今回紹介するのはレゴシティのトレーラートラックと日の輪くぐりチャレンジ60357です。袋は4でパーツは479個、シールシートが1枚で説明書が2冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグはスタントライダー、そしてトラック運転手の3体です。まずは白いスタントドライバーです。上半身パーツ新パーツでこのセットにしか付いてません。ヘルメットかっこいいですよね。黒いバイザーっていうのもね、なかなかいいんじゃないかなと思います。で、顔なんですが、これルーキーの顔になってますけど、紙パーツはというとこんな感じになってるんですよね。これ21337のテーブルサッカーのセットに付いてたパーツになります。オレンジのスタントドライバー、これも上半身は新パーツになってますね。後ろが真っ黒というのがね、結構珍しいなと思いました。あとヘルメットも面白い形してますよね。これスタントのセットね、色違い白とか赤が、ついてたかなと思うんですけど、形はね、なかなか面白いなと思います。今回は火が出てるということで、これも初ですよね。で、バイザーこれも黒になっててかっこいいなと思います。顔はこの一つだけになってて、ヘルメットの代わりにこのね、紙パーツをつけられるようになってます。で、3体目はトラックドライバーとなってるんですけど、着てるのは消防服なんですよね。なので、まあ、帽子の色、まあ、このままでもいけるかな。消防士としてね、遊んでもいいのかなと個人的には思いました。ちゃんと消火器も持ってますね。あと、スタントバイクが1台ついてます。ドライバーは2台なんですけどね、1台ということで、ちょっと残念だなと思いました。で、フライホイール付きになってますんで、こうやって回して手を離せば、勝手に動く仕様になってます。それと小物として優勝カップがついてます。
そしてトレーラートラックです。スタントのセットの中では一番長い車両になってるんじゃないかなと思いますね。ミニフィグと比べるとこんな感じになります。いかがでしょう。大きいですよね。これで全長が約54センチになってます。まずは現車から見ていきましょう。いやー、この車尖ってますね。グリルのところ鉄格子になってますし、下のバンパーもかなり大きくなってます。強そうな感じしますね。グリルの後ろにエンジンパーツがね、2つ剥き出しの状態でついてるんですよね。2つこうやってね、並んでるのはかなり珍しいんじゃないかなと思います。あとグリルの中にもエンジンの一部としてプリントパーツがね、使われてるんですよね。これなかなかいいなと思いました。で、サイドのライトにはシルバーの塗装パーツも使ってるんですよね。いいですね。で、エンジンのサイドからはものすごく火が出てますよね。まあ演出という感じかなと思いますけど、角度をね、こうやって変えられるのがいいなと思いました。このパーツこんな感じになってます。下の方が青色のキラキラパーツで、上の方が、オレンジのね、クリアパーツということで綺麗なパーツかなと思います。このセットこれがね、全部で12個入ってるということで、パーツ集めの人にはね、いいセットだと思います。で、その後ろ運転席なんですけど、ルーフパーツがないんですよね。これもね、面白い設定だなと思いました。サイドには大きなドアがついてて、こうやって開けることができます。その下のところタンクみたいなのもね、ついてて、結構ね、全体的に車高低めに作られてるんですよね。こういうとこも印象的ですね。で、中には座席が2つありますね。このタイプシティではね、あんまり登場してなかったかなと思うんですけど、あれはジュラシックワールドだったかな。間違えてたら申し訳ないんですが、結構ね、使われてたような気がしますね。で、ハンドル、それからインパネパーツあります。これは左右簡単に入れ替えられるようになってます。で、後ろ、背もたれパーツ、アーチ状のパーツついてますね。ということで、ここに座らせていきましょう。まずね、こっちの助手席に1人、それから、ドライバーをよいしょんよいしょ、こんな感じですね。座らせることが可能になりますね。2人座らせてもね、手が当たることがないので、これいいですよね。はい、前から見るとこんな感じで、まあエンジンパーツでね、顔は隠れてしまうんですけど、少し上とか、横から見ればしっかり顔は確認することができるようになってます。あと、まあルーフはないんですけど、一応風防とね、このライトとかついてるパーツよりは下に来てますんで、これ自分でカスタマイズもね、ある程度しやすいのかなと思いました。あと、サイドのこのカラーリングもね、珍しい色してますよね。スタンドらしいなと思います。この三角形のパーツを合わせるところは、これインディ・ジョーンズのね、セットにも使われてたかなと思うんですけど、まあ今時だなという感じがしました。それからその後ろ、丸いパーツありますけど、これはというとこんな感じ。ヘルメットをね、つけておけるようになってるんですよね。ただ、これなんですけど、紙パーツをね、置くとこうやってね、落ちちゃうんで、まあ、好みは分かれるところかなと思います。個人的には、やっぱりね、紙パーツも置けたらいいなと思うので、ミニフィグの頭の形の方がいいかなと思っちゃいますね。で、その後ろ、ここなんですけど、ポーチがね、並んでますよね。これがね、ちょっとよくわからないですね。最初は、バイクをね、こうやって置けるようになってるとか、そういう感じかなとも思ったんですけど、うまくあんまり綺麗に収まらないんですよね。で、パッケージとかね、説明書とか見たんですけど、載ってなかったんで、もし使い方わかる方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。あと、リア周り大きなウィングついてますね。バンパーの形はフロントと同じになってます。で、後ろのトレーラーを連結するためのボールジョイントの受けがここにありますね。まあ、炎がついてたり、あと、色もね、結構奇抜ではありますけど、形としてはね、まあ、そんなに悪くないのかなと個人的には思いました。続いてトレーラー見ていきましょう。通常は牽引車と、まあ、先端のボールジョイントで繋がってて、まあ、そのままね、こうやって左右に振ることができるんですけど、このトレーラーはさらにここでくる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 左右に振ることができるんですね。これすごく便利だなと思いました。で、上には大きな輪っかがついてて、さっきの炎パーツがね、3つずつついてます。すごいですよね。で、この輪っかなんですけど、簡単にこうやって外すことができて、間の距離をね、自分で調整できるようになってます。これなかなかいいなと思いました。ちなみに3つ並べるとこんな風になります。たったこれだけの幅しかありませんので、一番簡単な、形ですよね。で、後ろについてるこのゲートなんですけど、こんな風にね、上げ下げしてスロープ化することができるということで、これもね、しっかりタイルを使って、スムーズに走ってくれるような感じにできてますんで、いい感じじゃないかなと思いました。ということで実際に走らせてみましょう。スタート。あー、もういい感じですね。もうすごくね、簡単です。
軽い力でもある程度こう登ってってくれますし、ここのスロープのねエッジがありますんで、横にこうやってね落ちていくってことがあんまりないですね。これすごくいいなと思いました。では輪っかの間を広げていきましょう。まずまあこの辺りにしましょうかね。で、2つ目は少し広めにして、でここにこれですね、このパーツを入れたいと思います。これを入れることによってバイクがこうやってねブーンと行った時にスムーズにね向こうの方まで通り過ぎて、くれるようにするためのパーツということで、今回はこれでやってみたいと思います。ではやってみましょう。スタート。おー、行きましたね。まあ、かなりスピードをね、最初から出してみたんですけど、ちょっとオーバースピード気味だったんで、調整しながらやってみたいと思います。あー、いい感じでしたけどね、今のはね。こんな感じで、このパーツがあればね、スムーズに飛び越えることができますんで、多分ですけど、この状態よりも少しここをね、広げて、このパーツを入れてあげた方が簡単にいくんじゃないかなと思います。もう一回だけやってみましょう。はい。あー、いいですね。いい感じじゃないかなと思います。続いて間はね最大化して一番難しい設定でやっていきたいと思います。ただこれもスピードさえ出せばね、あーいけそうですよね。スピードさえ出してあげて真ん中を走らせれば多分できるんじゃないかな。はい、余裕でしたね。これはね楽ですね。では最後にこのパッケージのやつをね試してみたいと思いますね。ジャンプして2番目のジャンプでこのウィングを飛び越えるという、これはできるのかな。さっき見た感じだとこれねこのまま突き抜けてウィングにゴーンと当たりそうですけどね。まあやってみましょう。はい、パッケージを参考に配置してみました。間の感覚としてはこうなってるみたいです。ではやっていきましょう。スタート。あ、なんかいけそうですね。ちょっとねこう浮いたような感じに、どこに当たったのかな、この辺かな、浮いたような感じに、ね、なってましたんで、もしかしたらいけるのかもしれないですね。スピードとしては結構出してましたね。うわ、惜しい。今のは惜しかったですね。まあ途中でねこうひっくり返ってましたけど、ウィングをね超えそうな感じでしたね。あー、惜しい。今のむちゃくちゃ綺麗に飛んでいきましたね。はい、ということで10分ほどやってみましたけど1回も成功しませんでした。まあビョンビョン跳ねていきますんでね、まあもしかしたら超えることもあるかもしれないんですけど、まあ狙ってできるものではないのかなと個人的には思いましたね。なのでパッケージみたいにね、ここをうまいことこうブワーンとジャンプして超えていくというのはあんまり期待しない方がいいのかなと思います。ただ輪っか自体はねスムーズにくぐってくれるような気がしましたんで、まあ、そっちで楽しんだ方がいいのかなという感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、正直あまり期待はしなかったんですけど、予想よりも輪っかくぐりがね、スムーズにいきましたんで個人的には良かったのかなと思いました。あと車両は結構かっこいい作りになってたと思いますんで、ジャンプを期待しなければ楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は479個です。以上、レゴシティのトレーラートラックと日の輪くぐりチャレンジ60357を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。